しかも、なんとまたまた前髪があげやっこです招待状届いたやったーどうしようおでこ出しはまっちゃったみんな。 何か,かそれスタッフさんにも言われた「今日ねあの練習しに事務所に行ってたんだけどなんかおはようございます」って言ったら「えみたいな「誰?」みたいな感じで「あ白井か」みたいな <laughs>「びっくりして分からんかった」って言われた「23日もその髪型でお願い」「23日?」 えー、SKE の握手会ならこの髪型するかもみんながみんなが来てくれたら <laughs> のは大丈夫じゃん書いてみましたみんなが頑張って買ってくれる てるので私も何かできることはないかと。S.K. フラストレーション十一月三十日イン愛知ごめん書ききれなかった。スカイエキスポ十二月一日イン幕張メッセどちらも八キューブです。ぜひ来てください。なんかみんながどうしたら来てくれるかなって思ったの <laughs>。どうしたらもっと新しい人とかもっとなんか気になってもらえるかなって思ったの。 たらもう風船のワンピースを着るしかないなと思って <laughs> 着るしかないなと思ってもし売り切れたらソールドアートが出たらどちらかで着ますどちらかで着るかは言いません売り切れたらどちらかで絶対に来ます風船のワンピースどう だからこの配信見てずっとユチのこと知ってたけど握手会はなんかなんか一回も応募した応募っていうか買ったことがなくてでも風船のワンピース見たいからちょっと行ってみようかなって思ったら来てほしいどうかなえ風船の服ってそんな覚悟必要なの当たり前じゃないか恥ずかしいよあれは 三十日は決まってなかった。え、三十日私なんか着るって言ってたっけ。どうだ。え、制服。え、言ってたっけ、制服着るって。え、九期で制服って三十日だった。十二月じゃなかったっけ。 ええ、聞いてなーい。十二月だと思ってた。ええ、聞いてみる。じゃあ、その制服だったら、十二月一日に着る。そんな、私だけ私服着てたら、おかしいじゃんね。え、聞いてないよ。 お願いしますセーラー制服着たからブレザー着てみようかなそれか赤い風船か風船のワンピースか体操服体操服着ようかなもし売り切れたらその時は売り切れた時にみんなに着く。 寒くない握手会はね暑い暑 <laughs> いとても <laughs> 今日はうんとねメッドライフドームじゃないななんかねうんカラオケーできるスペースがあった握手会の時に着てた服 覚えてる人いるかな。風船ワンピと聞いて。来ちゃった。花めっちゃ綺麗、嬉しい、ありがとう。おまめな青色のスウェット可愛かった。青色。あ、これだ。 メットライフかメットライフかリップねー塗ってるうちかなりシュッとしたねやった本当にみんなぜひ来てください拡散お願いしますはいどこがいいかな いえいゆきみ乾杯するといいなありがとうみんな来てくれるのやったこんばんは握手会の話題かそうあそっか今日早いからあんまり見に来れる人も少ないのか握手会の話題でなんか 売り切れれたらこれ切るよっていうのを話してた今日のイヤリングはお気に入りのイヤリングこれ自分で作ったのもともとこういうボタンがあってボタンの足のところをペンチで切ってこここういうやつでつけた初めてきた いいらっしゃい白井由紀乃です来てくれた「握手会行ったことありませんだと」とぜひ来てください <laughs> 来てくれたら嬉しいえー、善になき戦い見てきたのどうだった私も見たいまきこさん そう接着剤、瞬間接着剤かアクセサリー専用の接着剤でつける。本日の髪型がボイッシュ。ボイッシュ。前髪上げた、あげて。ちょっと外はねにしたの。髪色いい感じ、本当。 真っ黒だけどね、私。<laughs> ゆっちには日付変わる前に寝てほしいから、この時間でもっていうかも。めっちゃ優しいじゃん。分 <laughs> かった、その優しさに甘えて、今日は。十一時五十九分には寝る。 何漫画に出てきそうなキャラ何の漫画気になる恋愛漫画じゃないでしょ何何何か強そうなキャラがいいな映画まだ見れてない西田アンナさんも時刻少女も見れてない そんな見つめられると悪試験買ってしまいそう目が乾くあー目が乾いたダメまぶたまばたきインフルエンザの予防接種受けない絶対あなだ,だって受けたら私かかるもん <laughs> なんかわかんないのなんかね 病院に行ってその病院でかかるかわかんないんだけどなんかね受けに行くとかかっちゃうからインフルエンザは受けられないインフルエンザは受けじゃない <laughs> 予防接種は嫌い注射はまあ注射も嫌いなんだけどそこまで怖くないんだけど嫌だうんー予防接種してきた絶対。 あのインフルエンザかからないように気をつけてねそんなことあるんよ <laughs> えなんか昔は強制だったのかな今は強制じゃないみたいゆっちもコツちゃんの生誕祭出演してくださいえ出たいサキさ,さんの生誕祭も出たいもうすぐだよね多分 ことのさんの方を固まる名前まともに読んだ。ことのさんの方を固まる名前まともに読んだ。固まる名前？こことちゃん？ 今日は。ことのほか、綺麗なお姉さん風味が強み <laughs>。うた、明日はちかこさんの誕生日。ちかこさん、二十歳だ。名古屋しいけど、ご飯食べてくる。私も今からご飯だよ。お腹空いたよね。 なんかじいちゃんはより目がパッチリしててかわいいね。ほんとにもうね昨日ね昨日の夜ねもつ鍋を食べたの。にんにくたっぷりの。にんにくたっぷりでめっちゃ唐辛子たっぷりのもつ鍋を食べたから今日はねむくんでると思ってたけどむくんでないのかなにんにくおいしいよね。 手がツヤツヤ本当におててなんか私こっちゃんがね家にいない時になんかママと一緒に寝るんだけど寂しいから夜ねこっちゃんが泊まりに行ってる時とかその時におててをつなぐんですよ寝るとき。 白井家は絶対寝るときに、なんかママとお手手繋ぐの。昔から。お手つなぐときにママが、えー、って驚いたから、え何って言ったら、なんか、誰の手これって言われたから、えっ、うの手だよって言ったら、なんか、手がね、小さすぎてびっくりしたみたいで、ね、なんか、なんか幽霊の子供の手かと思ったんだって、ママは。<laughs> そんななことあるっって思って思 <laughs> んかね私は自分の手ちっちゃいって思ったことないんだけど普通の大きさじゃん見る限りねなんかママからしたらなんかすごいちっちゃいらしくてまあ確かにママの手がおっきいのもあるおっきいのもあるんだけどなんかちっちゃいらしくてこっちゃんと比べてこっちゃん指長くて綺麗だからこっちゃんよりは短いかもしれない かすごいびっくりされたでも見た感じ別にさちっちゃくなくないちっちゃいのかなこの手どういやちっちゃくないよ普通の大きさ耳がちっちゃいってよく言われる最近耳はちっちゃいかもゆっちゃんパパさんにパパさんに じゃあみんな握手会で確認しに来てください <laughs> ちっちゃいかおっきいか、うん、ちっちゃくはない耳の形きれいよ本当にちっちゃいのよ私もうちょっと大きいのがいいパパはいびきがあるさいから隔離されてる。 一人で寝てる研究生ネイルダメらしい高校生もダメらしい大学生からいいのかねうん アクスケン買うの忘れてたもう今すぐ GO だよ <laughs> 会いに来てくれ了解やったブリブリほっぺこれ伸びなくなったらもっと痩せたってなってる全然まだ伸びるんだよな ATV 握手会のツーショット当たりますように11月 23? 当たりますようにはじめまして白駅のです今握手券取れるよ十11月30と12月1日分は11月12日のお昼まで取れますもうすぐどうしよう間違えて握手券買っちゃったえどうしよういやちょっと握手できちゃうねうん レピン <laughs> 西で握手会少なすぎる西はあっ広島とかそうかそっち系ね長島長島じゃない <laughs> 長島って何長崎京都大阪関西でしょ滋賀県とかないのかな滋賀県行きたい 長島 <laughs> 長島はちょっと近所すぎた握手ってまとめ出ししていいめちゃくちゃ全然いいもうどんなんでも私は好き喋れるなら全然何でもよいです小倉。 小倉だよねあれこれこ前もなんか読み方間違えた前多分小倉って私言ってたのね小倉だよね東北行きたい青森宮城新潟行きたい今社交の授業終わったやったねお疲れ様 福井、三重、涙袋、今日はちょっとあでもキラキラしてる全。